はい、ヤフーチームどうもなきです。さて、ちょっと今日はですね、普段こういうコメントというか、動画を出すことはないんですけども、大谷選手のお話なんですけど、僕野球も好きで、すごいずっと日本のプロ野球ずっと見てたりとか、もうずっと小さい頃からずっと見てて、まあ日本のね、海外で活躍する方の動向とかもずっと毎日チェックするぐらい僕は好きなんですよ。野球全体が好き、なんかどこが好きというよりかは野球全体が好きでずっと見てきてる人なので、まあ今回ね、こういうことがあって、まあ記録として僕もちょっと今の思いを残しておきたいなと思うので、一つお話ししたいなと思って、ちょっと簡単に動画を撮るんですけど、まあ僕個人の話として、別にもうこれでいいじゃんって思ったんですよ。思ったっていうのは、別にこれで終わりにしてほしいとかっていうわけじゃなくて、とりあえず大谷翔平がドジャースっていう看板の中であれだけのことを喋ったじゃないですか。それって相当責任があることだと僕は思うんですね。重いことだと思うし、自分の野球人生を左右する内容で話したと思う、だってこれって絶対に全文書き下ろしされてるし、もちろん残ってるわけだから、今後裁判だったりとかなんかなった時に、もうこれって絶対にこのこと言ったよねっていう話になるじゃないですか。嘘ついてたらどうなるかっていうのはもちろん分かってるわけだし、僕らなんかが言ってることよりもね、分かってるわけで、強い意志を持って話したんだなと思います、僕は。まあこれ以上のことはもう多分捜査してるはずだし、弁護士さん側からもどういうふうにしていくから、まあどういう順番でね、やっていくかっていうのは多分、話もされてると思いますし、もうそんなこと今こっちでどうこうどうこう、その、憶測なんかで物事言っても始まんないので、もうとりあえず一回終わって、あとはもう、さ、あっちで今動いてることだから別にもう、あ、そうだったんだ、最終的にそうだったんだねって、言えばいいだけで、今ああだこうだ言ってヒートアップしたところで何ともなんないんですよね、多分僕のイメージ。多分何にも変わんないし、別に多分一日も早くなんないと思う。だからって解決するには、多分まあ時がね、そんなことはもう忘れるんだろうけども、今ああだこうだ言ってもしょうがないと僕は思ってます。で、多分そのなんで大谷がどうのこうのって言ってるかっていうと、そのさ、多分さ、みんなさ、一平さんの気持ち分かんないでしょ。要はさ、一平さん、その自分からギャンブル依存症だって言ってたじゃないですか。まあ、言ってたっていうか、説明があったじゃないですか。で、ギャンブル依存症の人が、そういうことを本当に嘘ついてたのかって分かんないじゃないですか。それってなんでかって言うと、ギャンブル依存症じゃないから分かんないんですよ、みんな。多分、僕のイメージで。多分ギャンブル依存症の人だったら、もしかしたらそうやって言うよねって、多分ギャンブル依存症の人は分かるかもしれない。でも分かんない人が多いから、多分こういう、いやいや一平がそんなこと言うかみたいなってなってると思うんですよ。で、送金をどうしたかって言っても、もしかしたら分かんないじゃない、どういう形でなってたかなんて分かんないじゃない、真相は。で、今別にそれを言わなくても、それは捜査の方でやるからいいっていう風な話になってるかもしれないし、それをじゃあ言わなかったから、じゃあどう、今言わなかったから、じゃあどうなるんだって言っても、別にどうならないんじゃない。結局言ったところでも、多分いやそれは嘘だろって出るやつって絶対いるわけだよ。多分大谷が誰も、いやこれは例えば分かんないよ、一平さんにはもうこういう風に教えてて、まあ、この銀行の口座はこの管理してもらってやってましたみたいな、こっちはこうであってっていうふうなこと言ったとしても、またそれに対して文句言うやつ出てくるわけで、なんああだこうだ言うわけで、もうそんなの、もうトカゲの尻尾切りじゃないけど、ずーっと言うわけだから、もうそんなのは言わなくていいと思いました、僕も。まだああだこうだ言うだけだから、もうそれはもう捜査してる人に任せてやってもらえばいいと思うし、もうシーズンを迎えて、もう毎日、朝起きたら大谷翔平のホームラン打って、あ、よかったな。あ、今日も打った。あ、昨日も打ってた。今日も打った。明日も打つかなみたいな感じで、もうそれって楽しめれば、もうそれでいいんですよ。大谷選手は野球の選手であって、
僕らはそれを求めてるわけよ、大谷選手に。うん、だからこれにこんなことでなんか情報を遮断してほしくないし、もうこれはこれでもう終わり、もうあんまりメディアもああだこうだ言わずに、もう大谷選手の活躍を見ればそれでいいと思う。うん、素直に野球選手としてみんな頑張ってるんだから、うん、でこれはこれでプロの人、ちゃんと本職の人が多分さあっちで向こうでやってるわけだから、もうああだこうだ憶測で数字稼ぐとかしないで、もうこれはこれ終わり、うん、もう送金依頼したことがない、送金をね依頼したことがありませんでした、僕はもう彼に嘘をつかれてました、悲しくてショックを受けました、もうこれだけで十分なんですよ、うん、もうこれ以上なんかそのことで苦しませたりとかしてシーズンの影響させることはもう本当にあってはならないことだと僕個人では思うので、もう僕はこれを機にもうみんな終わって、とりあえず大谷翔平もうシーズン楽しませてくれと、ホームランね、打ったりと活躍して、まあ、大谷翔平だけじゃないよ、日本人選手みんなだけども活躍して楽しませてほしいなと僕個人は思うので、もうこれで終わりにして、楽しい毎日ホームランで朝起きるって目覚めるっていうあれをまたね見させてもらえればいいかなと思うので、まあそれこそ10月になってね、ポストシーズン終わってワールドシリーズに向けてドジャースで頑張ってほしいなと思うので、ちょっと楽しみにもう終わって話はね終わってね楽しく見たいなと思うので、みんなで応援していきましょう。バイバイ。